1960年代に放送されていたアメリカ製のアニメ「原始家族フリントストーン」が元となっています。当時としても古いアニメだが、当時は某セラキンの CM キャラとして知られていて、そのせいか陰険なトラップが多く、見た目に反して難易度が極悪でした。価格の安さが数少ないいいところです。ディズニーのアイラブシリーズ第2弾は、ミッキーマウスと並ぶディズニーの人気者、ドナルド・ダックが主人公。アドベンチャー的要素が加わっており、世界中を駆け回って、秘宝を手に入れるのが目的となっています。前作で好評だった、キャラクターの細かくて愛らしい動きと、凝った演出は健在でした。当時、大々的にメディアミックス展開されていた同名アニメのゲーム化。横スクロールを基本としたロボットアクションゲームで、ステージ間には OVA から取り込んだアニメシーンが流れます。ゲーム部分はキャラものにありがちな残念な仕上がりで、元のアニメと同様に失敗作の烙印を押されてしまいました。アイラブシリーズの第3弾は、ディズニーの2大スター、ミッキーとドナルドが、ゲームでは、初となる夢の共演を果たしました。一人でも楽しめますが、二人同時プレイでは、協力プレイならではの仕掛けも多く、違うゲームとして楽しめます。キャラの動きは、相変わらずよくできていて、難易度も控えめです。日本に数多くの、あれで何が、洋芸を送り込んだアクレイムの、記念すべき、メガドラ参入第1弾ソフト。大ヒット映画、ターミネーター2を題材にしたガンシューティングで、アーケード版は日本でもヒットしています。しかし、日本版は光線銃非対応で、ただでさえ激烈だった難易度が、さらに激烈に。
時、小学生の間にドッジボールブームを巻き起こした同名アニメをゲーム化。豊富なモードや選手個別に用意された顔グラフィックなど凝った作りで、原作同様に爽快な必殺技が飛び交います。スポーツゲームとしてもよくできていて、対戦するのが非常に楽しく、低価格なのも嬉しいポイントでした。日本でもおなじみのドタバタコンビ、トムとジェリーが活躍する横スクロールのアクションゲーム。二人同時プレイでは、トムとジェリーが協力してゲームを進めていきます。しかし、子供向けとは思えない難易度の高さで、ステージが長いにもかかわらず、やられると、ステージの最初に戻されるのが非常にきついです。ディズニーのアイラブシリーズの記念すべき第1弾。専門誌のレビューでもかなり酷評されていて、発売前の期待値はそれほど高くなかったのだが、優れたゲームバランスやディズニーらしい愛くるしいキャラクターの動きなどが評価され、第1回目の読者レースで1位になるほどユーザーからは大絶賛されました。同名の大ヒット映画を再現したアクションゲーム。映画っぽい演出のデモも盛り込んでいて雰囲気は出ているが、画面が全体的に暗く、足場が背景と同化して見にくい上に、数々の陰険なトラップで難易度はかなり高め。バットマン独特のワイヤーアクションも操作性が微妙で気持ちよく出せません。当時 NHK で放送されていた人気の同名アニメを題材にしたアドベンチャーゲーム。随所にビジュアルシーンを挿入し、原作のイメージを再現。難しい謎解きはなく、気楽にナビアたちの冒険を楽しめます。価格も非常に良心的で、メガドライブでは貴重なアドベンチャーの良作の一つです。
少年ジャンプで連載していた同名の人気漫画を題材にしたアドベンチャーゲーム、通称悠々白書のつまれない方。暗黒武術界直前の妖魔との戦いを描いた外伝ストーリーだが、シナリオも原作の魅力が出ているとは言い難く、謎解きも単調で2時間あれば終わってしまうボリュームの少なさでした。こちらは少年サンデー連載の同名漫画をアドベンチャー化。こちらもオリジナルのストーリーだが、原作の雰囲気をしっかりと再現したドタバタギャグ満載で、原作ファンならにやりとできる隠しキャラや隠しイベントなどお遊び要素の充実。セリフのタイミングやテンポの良さは同社の弓美からさらに進化しています。ダーリンとデートするの久しぶりだっちゃ。忘れ物を取りに行くだけだと言っとろうが。なんだ？ラムちゃん、ラムちゃん。これは。ランちゃんの人形だっちゃね。こんにちは、ランちゃんです。マーク3版は傑作だった北斗の拳だったが、その続編となるメガドライブ版は一転して残念な出来に。マップ移動形式になったのだが、目的の場所がわからないと雑魚戦を何度もやらされて、ケンシロウがどんどん消耗していく羽目に。パワーアップすると当てにくくなるキックも悲しいものがありました。少年ジャンプ連載の同名漫画をゲーム化。ポケモンシリーズで有名なゲームフリークが開発を担当していたが、当時から開発会社としてのブランド力は高く、ゲームフリーク製であることが大きな売り文句となっていました。低価格ながらも子供心をくすぐるツボを抑えた丁寧な仕事ぶりはさすがといったところです。少年サンデーの人気漫画をアドベンチャーゲーム化。当初はセガからの発売予定でしたが、紆余曲折の末にバンダイの関連会社だったマーバから発売されました。アドベンチャーに RPG 要素を足したような内容だが、 RPG 風の戦闘は敵キャラのセンスや戦闘バランスも良くなくて、かなり打足気味でした。
ディズニーの同名大ヒット映画をセガ・オブ・アメリカとバージンゲームズが見事にゲーム化。最大の特徴がディズニー映画独特なキャラの動きを完全に再現していること。映画を見ているような感覚でキャラの動きを見ているだけでも楽しいです。難易度はやや高めだが海外ゲームらしい理不尽さもありません。週刊モーニングで連載されていた同名相撲漫画のゲーム化。原作自体も荒唐無稽ながら相撲自体は常識の範囲内でしたが、ゲームの方は力士の体が肌に光ったり超人的なジャンプや必殺技が飛び交うという原作ぶち壊しの羽目の外し方。さすがに悪ノリが過ぎました。ヤングマガジンで連載されていた同名の麻雀漫画を題材とした定番麻雀ゲームのメガ CD 版。総勢51人ものキャラが登場し、デモや演出がさらに充実。音声の追加でキャラが喋るようになりました。また、デート麻雀モードという恋愛シミュレーション的な要素も追加されています。落ち着きなさい。名作ギャグ漫画おそ松くんのゲーム化。全部で3面しかないボリュームの少なさとそれをごまかすための無駄な迷路構成、攻撃手段のパチンコの射程の短さや動きの軽さなど操作性もいまいちで、あまりの出来の悪さに原作者の赤塚不二義がセガに殴り込んだという都市伝説も生まれました。トレジャー製の格闘ゲーム、通称悠々白書の面白い方。最大4人同時プレイというのが大きな特徴で、必殺技ゲージやツーラインの採用など当時の格闘ゲームの先端技術を盛り込んでいます。またアニメ版と同じ声優からサンプリングしたボイスも非常にクリアで評判でした。